旧島松駅停所旧島松駅停所は、北海道北広島市、島松地区にある駅停所。国の史跡に指定。カ地稲作発祥の中山急造宅。札幌農学校の初代教頭、ウィリアムス・スミス・クラークが、帰国の際に、青年よ、大使を抱けという言葉を残した場所としても知られる。国道36号の札幌と千歳空港間の、 北広島市、江庭市の市境、北広島一島松一番地に所在する、1873年に設置された駅停所で木造平屋建ての建造物、明治時代初期の北海道開拓時代の貴重な史跡となっている。1872年に着工された札幌、函館間の馬車道である、札幌本堂の後である、旧国道36号に面している。 1873年から1880年に建築、翌年に増築、その後、小規模な改修が行われた。1990年から公開されている建屋は、明治14年のものと思われる平面図をもとに建物の一部が復元されたもので、木造平屋、正木吹きで建つぼは101つぼである。旧島松駅停車の正面に向かって、 右手側には、道央以北の地での稲作成功を検証した、関地稲作発祥の一クラーク博士記念碑があり、稲作発祥の石踏みの後ろに、水田氏、赤毛趣味、本田がある。また、駅停所の裏にある丘には明治天皇行財所の石踏み、稲作成功の功労者、中山久蔵きなの石踏みなどがある。ありがとうございます。